5月3日憲法。国王スタニスワフニセイが新憲法を交付する聖位ヨハネ大制度に入る。この直前に新憲法が奥の王宮で採択された。5月3日憲法はポーランドリトアニア共和国の憲法である。1791年5月3日に議会で採択されたことからこの名がある。近代的な西文国民憲法としてヨーロッパで最初のものであり。 世界でも米国憲法に次ぐ2番目のものとして知られている。また、第6章から第8章にわたり、議会、国王、裁判所の三権分立の原則及び法の支配を明示しており、国王には立法権がない。実際の行政は国王に代わり議会の代表者である首相が取り仕切る国王の評議会が行い、これが現在の内閣に相当する。 名目上、国軍の最高司令官は国王であるが、大法官は議会の代表者である首相であると同時に、国軍の征服組の最高位である大元帥の職を兼ねており、実質上の国軍の最高司令官は国王ではなく首相。戦争も行政の一環であると認識されている。このように、現代の基準に照らしても極めて先進的で、 かつ完成度の高い民主憲法であった。5月3日憲法はポーランドの独特の伝統である貴族共和制における政治的欠点を取り除くことを目的に制定された。この憲法では市民と貴族と政治的に平等と定めた。また、農民を政府の非護下に位置づけ、特にリトアニア、ウクライナ、プロイセンなど共和国の東部地域で その悪化が見られた、濃度性という悪臭の軽減を図った。さらに、議会の諸制度のうち、弊害が多かったものを廃止した。例えば立法における、任意拒否権も廃止されたが、かつてはこの任意拒否権によって、利害関係者や外国から買収された議員が議会で、立法された法律を簡単に取り消してしまっていた。5月3日憲法は、 復古的な有力者たちが暗躍する当時の無政府状態を比較的平等主義かつ民主主義な立憲君主制でとって変えようとしていた。憲法の文面はリトアニア語にも翻訳された。現代の基準に照らしてさえも極めて民主的かつ啓蒙的と言える。この5月3日憲法の採択は当時のヨーロッパ世界では危険思想と判断され、 ポーランドの周辺国の警戒心を引きつけ戦争を招くことになった。ポーランドは1792年にエカチェリーナ2世のロシア帝国から攻撃を受け、同盟を結んでいたフリードリヒビルヘルム2世のプロイセンに裏切られたこともあり、敗戦した。時代を経て極端なまでに拡大してしまった自由主義を制限し公共の福祉に相当する思想を強く押し出した。 この憲法により、既得権を失うことを恐れる大貴族の一部は、こともあろうにロシアと結託して、タルゴビツ連盟を結成、我々の自由と財産を守るため、ロシア軍を共和国内に呼び込んだのであった。敗戦の結果、2回目のポーランド分割が行われ、領土の一部をロシア帝国とプロイセンに奪われることになった。1795年の3回目の、 ポーランド分割によってポーランドは消滅したが、復活するまでの123年間、5月3日憲法は民主主義によるポーランドの主権回復闘争を導く、かがり火となった。イグナツ・ポトツキトフーゴ高音帯の協調の言葉によると、この憲法は亡くなった母国の最後の遺言だった。1791年に5月3日憲法が策定された理由は、 ポーランド・リトアニア共和国の陥った危機的状況を打開するためである。その2世紀足らず前まで、ポーランドはヨーロッパで最大の強国だった。しかしそれ以前にすでに、当時の王子グムント3世に仕えた、イエズス会宮廷牧師のピョトルス・カルガが、ポーランド市民の集団、または個人としての欠点を指摘していたのである。また同じ頃、アンジェイフリチュ・モドジェフスキー、 バブジニエツグ島はご知り付き、ヤンザモイスキラ作家、哲学者、政治家により、改革を主張する法の遂行運動が起こっていた。17世紀初頭までに、ポーランド政治のほぼ全てを大貴族たちが掌握した。言葉を変えると、大貴族たちは、自らの特権すなわち自由を危うくする改革が、決して起きないような、極端な自由主義の支配体制を作り上げた。彼らは、 他の中小貴族と政治的には平等の立場であったが、その膨大な財産のために大貴族と呼ばれ、金銭で中小貴族を懐柔することで自由主義を拡大、その中で富を河川していった。この時代は新大陸からヨーロッパへの穀物輸出が本格化した時期で、穀物の相場と実質賃金が長期低落傾向となり、17世紀に大規模な内戦が発生。 これを原因として国内の一般消費財生産が滞ったことで起こった長期インフレーションの中で労働条件が次第に悪化大貴族たちは生産口を確保するために領地の拡大を図り尾崎実りに転落した農民たちは労働条件の劣悪化に苦しむことになったこれは一般の農民たちが再び濃度同然の状態に転落したとされ後にこれは 再半濃度性と呼ばれるようになった。特にリトアニアやウクライナといった東部辺境の諸地域ではさらに地方自治の法律の改悪によって一般市民の暮らし向きは他の西欧諸国の豊かさと比較にならないほど悪化した。また一部の大貴族たち、特にリトアニアやウクライナといった辺境地帯に所領を持つ者は外国勢力と手を結んで中央政府と 対立してまでも、さらなる領地拡大に走った。多くの歴史家は、この時代のポーランドが没落した最大の原因は、リベルモベト制度にあると指摘している。任意拒否権は1652年に創設された、自由主義の究極とも言える制度で、国会の全議員の個人個人に、あらゆる法案を廃案とする権利を認めていた。どのような法案も、採決の際に、 議員の一人でも反対すれば廃案となったのである。ただし17世紀まではリベルムベトが行使される事態はほとんど発生しなかった。当時は貴族たちの連帯感のもと徹底的な話し合いが行われ、全会一致による法案成立が実現していたのである。しかし18世紀に入ると貴族たちの間の所得格差の拡大とともに連帯感が失われ、 大貴族や外国から買収された議員や、前世紀の黄金時代が続いていると勘違いしている、愚かな議員たちが任意拒否権を乱用し、政府は混乱して麻痺状態に陥ってしまった。それを受けて、任意拒否権の外悪を取り除いたのが、任意拒否権の適用外とされる連合議会の創設である。これはそれまでイギリスと似た、監修法が支配していた。 ポーランドの法体系の隙をついて開催された第二の国会であり、その決定には法的拘束力があった。5月3日憲法を採択した1788年から1792年の4年議会も連合議会であり、だからこそこのように急進的な法律が通過できたのである。さて、ポーランド王国の最後の王スタニスワフ・アグスとポニャトフスキのには、 ポーランドにも啓蒙時代が訪れていた。王は慎重に改革を進めた。財務省と国防省が創設された。国家としての関税が新たに決められた。憲法の改革も徹底的に議論された。ところが周辺諸国はこの改革を危険視していた。それというのも周辺諸国にとって国境を接するポーランドは重要な国であり、ポーランドで 中央集権が強化されて民主化までされることを自国の特権階級の利権に対する脅威と感じていたからである。ロシアの女帝エカチェリーナ2世とプロイセンの王フリードリヒビルヘルム2世の干渉によって議会保守派とスタニスワフ2世との間に宗教少数派の権利をめぐる対立が起こった。エカチェリーナとビルヘルムはポーランドの貴族の 自由を守るために援護すると宣言し、1767年10月には、ロシア軍を、ポーランドの首都ワルシャワの外側に結集させた。武力に勝るロシア軍を、目の前にしては、スタニスワフ2世と、その支持者たちも、ロシアの要求を受け入れて、エカチェリーナが、ポーランド貴族を守るために掲げる、永久、不変のご原則を認めざるを得なかった。この原則とは、 選挙王制、任意拒否権、王への侵入の拒否権と反乱する権利、貴族による官職と領土の排他的所有権、地主による小作人の生死の決定権である。すなわち、中央政府の権限を大幅に制限し、半ば、無政府となった状態を確定化するものであった。ポーランド国内には、スタニスワフ二世によるロシアに対する妥協に反対する者も,もいた。 1768年2月29日、はじミエシュプワスキ等数名の大貴族は、主旧派ではあるも、ロシアの干渉に抵抗し、スタニスワフ2世を、ロシアとエカチェリーナの犬と断じて、バールにおいて、バール同盟を結成して、反乱を起こした。反乱の目的は、スタニスワフ2世の追放だったが、1772年まで続いた末に、ロシア軍に鎮圧された。 プワスキは国王暗殺を図ったとして大逆罪を適用され欠席裁判で死刑を宣告されたが国外脱出してヨーロッパ各国を転々とした後フランスでラファイエットにアメリカへ行くことを勧められ新大陸に渡ったプワスキはその後アメリカ独立戦争に参加した後日のタデウシコシチュシコ将軍が北部の商工民の間に 自らの同志を見つけたのと異なり、プワスキはアメリカ南部の大土地所有者たちの間に自らの同志を見つけ、独立戦争における南部戦線最大の激戦、サバンナの戦いの時、イギリス軍のサバンナトリレーのアメリカ海軍による艦砲射撃に続くアメリカ陸軍機兵突撃を陣頭式、その際に受けた傷によって亡くなった。 彼はポーランドで完成した騎兵戦術をアメリカ軍に伝授したことでアメリカ騎兵の父と呼ばれ英雄として全米各地に記念碑が建てられ記念日の祝日が設けられている。第1回のポーランド分割議場前で採決に向かうならばあまりをこの場で殺してから行けと抵抗するタデウシュ、レータンマール同盟の敗北とともにポーランドをめぐるドラマの新しい幕が上がった。 1772年8月5日、ロシアのサンクトペテルブルクにおいて、ロシア、プロイセン及びオーストリア帝国という周辺三大国が集まり、第1回目のポーランド分割に署名した。これにより、ポーランドリトアニア連合王国は、約8万キロ平方メートルを奪取され、約19万キロ平方メートルが残されることになった。この分割を正当化する根拠は、 ポーランドが無秩序状態にあり、近隣諸国が秩序回復を支援しているにもかかわらず政府がそれに協力しないことだとされた。三大国はポーランド議会にこの分割案の採択を求め、もし採択しなければ、さらに分割を増やすと迫った。スタニスワフ2世は脅迫に屈し、1773年4月19日に議会を召集した。 王の意図に気づいた多くの議員は欠席し、出席した議員は102名だけであり、中でも、タデウシュレタン議員などは、議場の入り口に座り込み、採決に向かうならば、あまりをこの場で殺してから行けと激しく抗議したが、レータンはその場から力くで排除され、それでも、第1回ポーランド分割は可決された。レータンは、失意の後に、抗議の自殺をした。 この後ポーランド分割は繰り返され、3回目のポーランドの消滅によって終わる。それは、ともかく第1回目の分割が行われた、この時点でもポーランドは改革を成功させない限りいずれ消滅に向かうことがはっきりした。スタニスワフ2世の指示により新しい改革の波が起こった。その中でも重要な出来事は世界最初の教育担当省である。 国家教育委員会の設立である。都市にも地方にも新しい学校が築かれ、共通の教科書が出版され、教師には専門教育が施され、さらに貧しい学生には奨学金が支給された。軍事面も近代化され、常備軍が結成された。過去には貴族たちの妨害により否決されていた経済、商業面の改革も進み、 産業の発展が推進された。小沢実りにもいくらかの権利が与えられるようになった。新しくできた警察省は増収賄の問題に取り組んだ。道路整備から刑務所に至るまであらゆるものが改革された。行政組織として5つの省からなる常任評議会が整備された。1791年にワルシャワの王宮で5月3日憲法が採択された。 場面第一回目のポーランド分割以前から議員たちはフランスの政治思想家であるガブリエル・ボノド・マブリとジャン・ジャック・ルソーから新しいポーランドのための憲法のようなものを制定することを勧められていた。マブリは推奨する論文を1770年から1771年に提示し、ルソーはポーランド政府に関する考察を1772年に書き上げた。 1776年、議会は、王官僚大法官、アンジェ・ザモイスキに、新しい法案の起草を委託した。ザモイスキはこれに先立つ1760年に、自分の所領において、濃度性を可能とする法的根拠をすべて排除し、濃度性を法的にも、事実的にも、完全に廃止していた解明的な巨大貴族で、直後の1764年にも、 議会の改善と貴族の権力の制限のほか、濃度性がどのような法解釈でも不可能となる体系を含んだ法案を提出していた自由主義者である。1780年にはザモイスキーの監督によって新しい法案が完成した。この法案では、王権は強化され、すべての観光理は議会の責任下に置かれ、聖職者とその財産は国家の管理下に置かれ、 貴族階級でも土地を所有しない者には法的な特権をなくすこととしていた。ザモイスキーの革新的な法案には後の5月3日憲法の基本的な部分が含まれていたが、この時は事前の根回し工作がはかどらず議会で否決された。ちょうどこの頃の世界情勢はポーランドの改革推進派に味方した。ポーランドの周辺国は オスマン帝国など他国との戦争と国内の諸問題の対処に精一杯になり、ポーランドへの干渉が弱まった。1788年10月6日に開会し1792年まで続いた4年議会と呼ばれる議会は任意拒否権が適用されない連合議会であり、この絶好の機会を捉えて改革を進めた。プロイセントの同盟によって、 ロシアの干渉が減った時期に、スタニスワフ2世は、改革を志す、愛国党の指導者たちを身近に引き入れ、1790年に、議会は新議員を加えて、約2倍となった。スタニスワフ2世は新憲法作成を手掛け、スタニスワフマワホフスキ、イグナチポトツキ、フルゴコーン隊、スタニスワフスタシツ、及び、 王のイタリア人秘書シピオネ・ピアトリ党によって草案が寄贈された。新憲法の政府決議の採択はほとんどクーデターと言える状況だった。政府決議のための討議は議会のモスクワ党からの暴力による反対の恐れもある中、当初予定の5月5日を2日繰り上げ、多くの反対派議員がまだ復活祭で休んでいる5月3日に行われた。 改革推進派の議員たちは、早い時間に一目につかないよう議場である王宮に入った。モスクワ島による妨害を防ぐために、王宮の周りにこの衛兵が配備される中、新憲法に関する討議が行われ、採択された。そして、外に集まった熱狂的な群衆に対し、新憲法を政府決議した宣言が、高らかに読み上げられた。 1791年の5月3日憲法が効力を持ったのはわずか1年間で、パルゴビザ連盟と結託したロシアと争った五権戦争が発生し、その結果、ロシア軍によって破棄された。ロシアは、ポーランドを実質的に、ロシアの保護国とみなしていた。ロト戦争及び、第一次ロシアスウェーデン戦争が終わったため、女帝カチェリーナはポーランドに目を向け、 ロシアの影響力を弱める5月3日憲法が成立したことに激しく起こった。ポーランド周辺国から見ると、ポーランドの改革派たちがフランスの革命政府である国民議会と連絡を取っていたことこそ、改革の試みではなく、革命の陰謀の証拠であると移り、絶対君主制への脅威とみなされた。プロイセンの政治家、エバルド・フォンヘルツブルクはこれにより、 ポーランドの兄弟化は確定したと考え、ヨーロッパの保守層が感じていた脅威を、ポーランド人は憲法法案に賛成票を投じることで、プロイセンの君主制に、とどめの一撃を加えたと表現した。タルゴビザ連盟の首領である、売国奴の卑劣で恥知らずな行為は、絶対に許せないとして、その肖像画の一枚を改革派の兵士たちが、家計にする光景。 ヤンピョトルノルブリンが初めから憲法に反対していた多くの大貴族たちはエカチェリーナの介入を望み新憲法によって奪われた特権を回復してもらうように求めた。エカチェリーナに裏からの支援を受けた一部の大貴族たちはパルゴビザ連盟を結成し新憲法を民主主義という伝染病を広めると非難する声明文を発表した。 彼らは、ロシア帝国の軍隊を招き入れ、ポーランド王国の同盟国たる、ロシア帝国の崇高なる女帝、エカチェリーナの意向は、今までもこれからも、ポーランド王国とポーランド人の自由を復興し、市民に安全と幸福をもたらすことの他にないと断言した。しかし、新憲法の理念が指す、ポーランド人が、農民、都市住民、ユダヤ人、スコットランド人、オランダ人、 ドイツ人、スウェーデン人、フス派の末裔、ルーテル派、亡命ロシア人の末裔、タタール人も含めた、民族、階級、言語、宗教宗派を問わず、ポーランドに住むすべての人々を指していたのに対し、彼ら死宮派の呼ぶところの、ポーランド人とは、民族、言語、宗教宗派を問わないものの、シュラフタ階級のみを指していたのである。1792年5月18日、 9万7千人の経験を積んだロシア兵と2万人以上の同盟軍が国境を越えてポーランドに侵入した。ポーランドをスタニスワフニセイ改革派たちは3万7千人の軍しか編成できず、しかもその多くは寄せ集めだった。王の老いであるユーゼフ・ポニャトフスキとタデウシコ・シチュシコの指揮によって何度かロシア軍を破ったものの王自身が ポーランドの敗北を決定づけた。1792年7月にワルシャワがロシア軍に包囲されると、スタニスワフ2世は大勢のロシア軍には勝てないと絶望し、完敗して改革派全員が虐殺されるという決めに合わないためには降伏するしかないと考えるようになった。1792年7月24日、スタニスワフ二世は改革運動を見捨て、 ロシアとの唯一の連絡手段を持つパルゴビザ連盟と結託することで事態を収集しようとした。ポーランド軍は崩壊し、改革派の指導者の多くは戦いの意義を失って亡命した。しかし結果的には王の判断はポーランドを救えなかった。ポーランドの市民を救うこともできなかった。ロシア軍はワルシャワからミテビスは川東岸にあるプラガ市に到達すると町を略奪し、 街の男はすべて残虐な方法で殺し、女子どもはすべて交換した上考え得る限りの残酷なやり方で殺し尽くした。そして、主級派のタルゴビザ連盟でさえも予想していなかったことだが、戦いの後に第2回目のポーランド分割が行われたのである。ロシアが25万キロ平方メートルを獲得し、プロイセンが5万8千キロ平方メートルを獲得した。 ポーランドに残された国土は約21万2000キロ平方メートルに過ぎず、クグ月の王と中流ロシア軍が存在する小さな干渉国になってしまった。エカチェリーナ2世はパルゴビザ連盟と結託する意味ももはやなくなっていたので、この年にサンクトペテルブルクにやってきた連盟の首領であるスタニスワフ・シュチェンスニ・ポトツキを剣もホロロに礼遇した。シュチェンスニ・ポトツキは 自分がただ単にエカチェリーナ2世のポーランドへの野心に利用され、このロシア人に騙されていただけであることを、ここに至ってようやく悟ったが、時すでに遅かった。シュチェンスニッポと月は、失意にさいなまれながら、竜試験にある自分の館へ帰っていった。彼は、数年後に、ロシア不評の名目的な指揮官としての職を与えられたが、一年余りで引退して、 ルーシケンの館へ帰った。この裕福なポーランド人は、周囲のポーランド人たちから白い目で見られながら、自らの広大な領地の経営に専念することで、余生を過ごした。なお、ポトツキ一族の間にはこの子宮派のタルゴビザ、連盟首領のスタニスワフシチェンスにポトツキとは別に、改革派もおり、特に憲法起草グループの主要人物たちのうちには、タルゴビザ連盟と対立した。 啓蒙主義のファミリア党に属するイグナッチ・ポトツキ、宮内長官係リトアニア大公国軍大元帥と同じくファミリア党に属し陸軍中将を経て政務大議員となったスタニスワフ・コストカ・ポトツキの解明的なポトツキ兄弟がいる。そのため、特にスタニスワフ・シチェンスにポトツキとスタニスワフ・コストカ・ポトツキはファーストネームが双方とも同じスタニスワフなので会話の中で 混乱の種になる。そこでしばしば、スタニスワフ・シュチェンスニ・ポトツキは、シュチェンスニ・ポトツキあるいは、シュチェンスニの方のスタニスワフ・ポトツキ、スタニスワフ・コストカ・ポトツキは、コストカ・ポトツキあるいは、シュチェンスニじゃない方のスタニスワフ・ポトツキと呼ばれて、区別される。第一次分割から一年半余り、ポーランドの愛国者たちは私服しながら反乱の後期を待った。 1794年3月24日、クラックフにおいて、タデウシュコシチュシコが、コシチュシコ放棄として知られる反乱を起こした。5月7日、彼は、ノード解放と放棄に参加したすべての人に、土地所有を認める、ポアニエツ宣言を発した。放棄の当初は、ラツワビツへの戦いに圧勝し、ワルシャワ攻略、ビリニウス攻略などいくつかの勝利を挙げた。しかしその後、ロシア、 オーストリア、プロイセンの連合軍が軍事介入し圧倒的多数の軍事力によって後期を鎮圧した。コシチュシコ放棄の失敗は1795年の第3回目のポーランド分割につながった。コシチュシコをはじめとした多数の改革派のポーランド人が国外亡命を余儀なくされた。5月3日憲法のオリジナルスタニスワフ2世は当時の記録によると 5月3日憲法を原則としてイギリスとアメリカ合衆国の憲法を下敷きにし、両者の欠点は直して、我が国の独自の状況には可能な限り適用させたと説明した。実際、ポーランドとアメリカの国民憲法には同じような啓蒙思想の影響が見られ、例えば、モンテスキューの唱えた権力分立や両院議会制度を取り入れている。 憲法は11条からなっている。その中には国民主権の原則、権力分立の原則が含まれている。権力分立は立法、行政、司法の三権を分立させる制度であるが、第5条に国家の精錬、市民の権利、社会の秩序は常に均等でなければならないと記載されている。この憲法は都市の民主化を進めた。土地を所有しない貴族の法的。 政治的特権に制約を設け、一方では都市の市民には身の安全と土地の所有権、軍士官や政府交換になる資格、貴族階級への参加などを認めた。これらは5月3日憲法に先立って4月18日に成立した国王都市法令に規定されている。憲法はまたポーランドの農民を国法と政府のもとに保護されると明記し、濃度性を廃止し、 国民教育委員会の制度とともに、農民という最大の階層に賛成権を与える行動の第一歩を踏み出した。5月3日憲法では、通常議会は1年おきに招集され、特別議会は国家緊急時にいつでも招集される。会員は204名の大議員と24名の国王都市の特命全権大使からなる。上院は132名の元動委員議員からなる。 ピョートルで法案の1791年の政府法案の表紙行政的な執行力は法の守護と呼ばれる国王の評議会が担っていた。この評議会は国王が統括し国王に指名される5名の大臣からなっていた。5名の大臣とは治安大臣、国務大臣、外務大臣、軍務大臣、及び財務大臣である。大臣は国王に指名されたが議会に対して 責任を負った。評議会には大臣以外にカトリック教会の取材大司教も加わり、投票権はないものの皇太子と議会議長2名の秘書も参加した。この国王評議会は2世紀前にヘンリク・が設立した評議会を受け継ぐものであった。国王が提案した決議にも担当大臣の連署が必要だった。国王に対する規定には 王一人では何もしない、王一人では国民に何も責任を持たないと明文化されており、これはイギリス憲法の王は何も悪事をできないという原則に掃除する。ポーランドはそれまでポーランド王国とリトアニア大公国の2国がポーランドリトアニア共和国として連携してきた。これを新憲法では国家の統一と安全確保を図るために、 より緊密な連合国家として一体化した。それまでの政権の形態は、一人一人の王を選ぶ選挙王政だったが、王選挙のたびに、様々な外圧が問題となってきたため、王家を選ぶ方法に改められた。5月3日憲法の条文によると、もし、スタニスワフ二世が亡くなれば、王位は、ベッティン家のフリードリヒアウグスト一世に世襲される、ことになる。また、この憲法では、 これまで政府、国家を弱体化させて、無秩序状態にさせる要因となってきた、いくつかの制度を廃止した。廃止した制度は、任意拒否権、国家の連合形態、連合議会、地方議会による過剰な国家統治などだった。この他に、憲法は、カトリックを主宗教と公認した一方で全信仰に、対する自由も認めた。軍隊は10万人で編成された。 所得税が常設された。憲法改正は25年ごとと定められた。5月3日憲法では憲法を補完する法令として1791年4月18日に成立した国王都市法令及び1791年3月24日に地方議会で成立した法令を公認している。さらに歴史家によっては5月3日の法令を 再確認した1791年5月5日の財産整理の布告やポーランドとリトアニアの結束を確認した1791年10月22日の二人の共同宣言も5月3日憲法を補完する法令に数えている憲法に実行力を持たせるために1791年の5月から6月にかけて国会や国会法廷法の守護評議会 治安評議会、市民行政委員などで多くの法律が成立した。5月3日憲法は進化中の法律だったと言える。協調者の一人である公運体はすべての所有の権利を保障し、安全を確保し、すべての経済的労働の方法を尊重する、経済分野の憲法の草案を作成中と述べた。これには、広報の基礎を主体とする5月3日憲法では、 十分に言及されていなかった司法の基礎を整備し、近代資本主義社会の健康な発展を確実化する目的があった。さらに、三番目の基本法として倫理の憲法の構想があると述べたが、これはアメリカの権利商店やフランスの人間と市民の権利の宣言にあたる内容だと思われる。 憲法が採択された5月3日は、ポーランド第二共和国が1918年に建国されて以来、ポーランドの最も重要な記念日として、国民の祝日になっている。5月3日憲法が登場するまで、現在のポーランド語で、憲法を意味する単語は、議会で採択されるすべての法律に対して使われていた。5月3日憲法が採択された後、コンスティトゥーツヤは、 現在のように統治の原則を決める法律にだけ使われるようになった。5月3日憲法はその4年前に成立したアメリカ合衆国憲法に次ぐ世界で2例目の近代的な成文国民憲法であり政治学者から当時としては非常に進歩的な内容だったと評価されている。啓蒙時代のフランスとポーランドの政治運動を比べるとフランス革命が デカルト以来の社会設計の合理主義に基づき、全段階の物事の多くを破棄した上でそれらとの継続性の薄い人工的な社会構築を導入する革命、つまり俗に言うところのガラガラポンであったのに対し、5月3日憲法は、同時代のカントが実践理性批判で唱えたような人間を手段ではなく、目的とした哲学に基づき、社会構造上の問題解決の必要に応じた。 全身的な合理主義に基づいた発展的変革であった。これはフランス社会主義とポーランド自由主義の対立とも言える。これはカントが個人個人の自立と提言名法を唱えたことと通じ、リベルムベトウォー一方という公の場でなく、私的な個人のうちに互いに認めることを大前提とすることを意味した。19世紀にはフリードリヒニーチェが自らの思想について、 自分の中にリベルモベトがあると言っている。ルソーはポーランドの改革にフランス革命の理想を見たが、フランス革命は人間を目的でなく社会建設の手段とした。一方、ポーランドの改革はフランス革命とは対照的に人間を手段でなくその目的とした。このポーランド伝統の人間思想はこれを遡ること4世紀コンスタンツ公会議で、 ポーランドへの復讐に燃えるドイツ騎士団を相手に、クラクフ大学のパベウ学長が唱えた、ドイツ騎士団が迫害していた、リトアニア人たちやタタール人たちのような異教徒も、我々、キリスト教徒と全く同じ人間であり、キリスト教徒と同じ基本的な人権を有するのだとの、画期的な主張のうちにも見られる。このように、フランス革命とポーランド5月3日憲法は、 本質的なところからすでに互いに全く異なっていたのである。この憲法は短命に終わったが、その記憶は後のポーランド人に何世代も残って、先人たちの努力を伝え続け、再び独立して公正な社会を作ろうとする努力を続ける原動力となった。ポーランドではこの憲法に見られる民族や社会階級によらない真の民主主義精神は、 ポーランドの歴史と文化にのみならず、全人類の歴史において最も優れたものとみなされているが、これはうぬぼれではない。政治制度の歴史において、成文国民憲法の登場は、民主主義進展の記念碑となる画期的な出来事である。世界で最初に成立した成文国民憲法は、アメリカ合衆国憲法で1787年に寄贈され、 1789年から実施された。1791年に採択された5月3日憲法は世界で2例目である。ポーランドとアメリカは距離は離れているが政治制度を決めた取り組み方には面白い類似性がある。絶対君主制の他の大国と違い、この両大国はかなり民主的だった。ポーランドの歴代の王は選挙で選ばれており、 ポーランド議会は立法に関して強い権利を持っていた。ポーランドの5月3日憲法においては人口の10%以上を占める都市民と貴族とに特権が与えられていた。この比率は同時期のアメリカにおいて参政権が与えられた男性の資産家の人口比と似通っていた。ただし決定的な相違点もあった。当初のアメリカ合衆国憲法が一部プロテスタントの 価値観に基づき奴隷問題などといったマイノリティに関する非人間的な社会構造の改善に一切関心がなかったのに対し、ポーランド5月3日憲法の理念においては、世界初の教育省である国家教育委員会による国民啓蒙が進むにつれて、後の時代の人々から再反応度性と呼ばれるようになった社会変化によって憲法以前の時代に、 濃度同然の状態に落ちていた貧困小作能も含めたポーランドのすべての住民におよい徐々に賛成権を付与していこうという全身的な積極性があった。これは平民出身でありながら憲法作成の中枢的存在の一人として活躍しの地にポーランド科学有の会を創始した民主主義者スタニスワフ・スタシツの思想が強く反映されている。 ポーランドの改革派は国民全員を教育ある、シュラフタすなわち一人一票の平等な参政権を持った教養ある個人にした上でその個人の自由意志により積極的に政治参加してもらおうと考えたのである。フランス革命のような現実離れした理想を目指して、拙速な革命を行って、チミドロの地獄絵図を展開するでもなく、かといって、 アメリカ合衆国のように表面上は民主主義でも内面はそれまでの社会的現実を追認してブルジョワや大土地所有者や白人などといった一部国民の利権を固守してしまうでもなくとにかく現実を見据えながらも一つ一つ問題点を解決して全身的に社会を改革していこうという気概があったのは世界でただ一つポーランドのみであったこの人間を手段でなく 目的とした国民全員をシュラフタにするというシュラフタ、民主主義型啓蒙思想は、後のポーランドに受け継がれた。ポーランド人は、ロシア帝国、ナチスドイツ、ソビート連邦といった侵略者に対しては、頑強に戦い、放棄することが、ポーランド人のポーランド人であるゆえんであるなどと、されるほど何度も激しい放棄を行い多くの犠牲者を出した一方、 自らの社会内部の改革には一歩一歩確実に改善を進める全身主義を適用した。ニーチェは自らにシュラフタの地が流れていることを誇りとし、自分はドイツ的でなくポーランド的な人間であり、リベルモベトをうちに持っているのだ、と述べている。第二次世界大戦前のポーランド共和国でも西のナチスドイツと東のソ連の脅威に対応する形で、 純戦時独裁体制が組まれたが、一方で、ポーランドの自由主義者たちは、モルジュ戦線という政治グループを組織して5月3日憲法の精神の投下を途絶えないよう活動を続けた。戦後のポーランドでも民主化運動の柱となる国民、総連合的な独立自主管理労働組合、連帯が組織された。1989年から始まった、東欧革命でも、 周辺の他国が無血クーデター的な政治事件や実際に血みどろの殺人行為による革命劇が繰り広げられた中、当時の政権側と民主化運動側との円卓会議を何度も開催し辛抱強い話し合いによって自律的に共産主義体制を終えたのはポーランドのみであった。現在のポーランドの与党である市民プラットフォームは 一切の過激主義を排して、全身主義を取ることを、党の公領で明確に謳っている。ポーランドのシュラフタ民主主義の理念には、そのために、彼ら自身が命をかけるだけの価値があったのである。ポーランド分割によって、ポーランドの自由主義者が敗北した事件は、民主主義の潮流から見ると一時の停滞に過ぎなかった。ポーランド国家の消滅によって、民主主義の広まりに遅れは出たが、 すでにその頃来たアメリカでは人種と資産にその後も制限が長く残ったものの比較的安定した民主主義国家が成立していた。間もなく民主化運動はヨーロッパの絶対君主制を根元から揺るがし始めた。5月3日憲法の要約はフランス語、ドイツ語及び英語に翻訳されて各地に紹介された。社会思想家トマス・ペインは5月3日憲法を 大きな躍進と評価している。また、アメリカ独立を支持した、イギリスの自由主義政党ホイッグ党の党首、エドマンドバークは、ポーランド5月3日憲法を手放しで絶賛し、あらゆる時代の国民が受けられる最も役立つ、素晴らしいものである。これにより、スタニスワフ2世は、歴史上の偉大な王かつ偉大な政治家に、仲間入りしたとかなり興奮義務に記述している。 ともあれ結果的に主球発想はヨーロッパを民主主義が接見することを一世紀遅らせただけだった。第一次世界大戦の後ヨーロッパの君主国のほとんどは民主主義国家に生まれ変わりその生まれ変わった国家の中に新しいポーランド共和国もあったのである。初めて5月3日を祝日として制定したのは1791年5月5日のことである。ポーランド分割で ポーランド王国が消滅した後は廃止されたが、再び成立したポーランド共和国によって、改めて祝日と制定された。第二次世界大戦の期間は、ナチスドイツとソビエト連邦の占領軍によって、5月3日、憲法記念日は再び廃止されていた。1946年に学生による反共産デモが起こると、当時のポーランド人民共和国政府は5月3日、 憲法記念日を取りやめて、代わりに5月1日を労働記念日として制定した。1951年1月に法的にも祝日ではなくなった。その後は1989年になるまで5月3日は反政府、反共産主義運動のための特別な日だった。東欧革命によって共産主義が崩壊した後、5月3日は正式な祝日に復帰した。 ありがとうございます。